長瀬角、泣き続ける、5人で音楽活動の願い、新社長も、再集結させると宣言、12月8日、旧ジャニーズ事務所、うつつずみるいいアップ、社が、タレントのマネジメント業務を行う新会社名を発表、14万件超の公募の中から、STARTO エンターテインメント、スタートエンターテインメントに決定した。 新会社の代表取締役 CEO には以前から就任が報じられていた福田敦氏が取締役 CEO には井ノ原義彦氏がつくことも発表されました。24年4月までに新体制での本格稼働を目指しているそうです。スポーツ記者、旧ジャニーズ事務所にとって節目のタイミングとなったこの日、自分たちの作品や活動が聴いてくださる方、見てくださる方にこれからも楽しんでいただけるようにさらに頑張っていきます。 と、X、旧ツイッターに投稿したのは、キングプリンスの二人。今年4月にリリースしたベストアルバム、ミスター・ファイブがビルボードジャパンの年間総合アルバムチャートで首位を獲得したことを受けてのコメントだった。23年、キンプリには激震が走った。5月22日、海外進出を目指すことを理由に、平野史洋、26、神宮寺優太、26、岸優太、28が脱退。 その後事務所を退所したのだ。三人は滝沢秀明氏が設立した、戸べに合流、新グループ、ナンバー、愛を結成している。長瀬角、24、と橋山、24、は二人体制での再出発を余儀なくされ、ジャニー北川氏による性加害が社会問題化するという逆風を受けながらも、金プリを存続させるために奮闘してきた。長瀬は金プリでの仕事に加え、役者としても躍進を遂げた。 公開中の主演映画、法廷遊戯では弁護士役でシリアスなシーンを演じきるなど、俳優としての評価を高めています。前出テレビ局関係者、多方面で活躍している長瀬だが、彼は一つの願いを胸に秘めていると、ある芸能関係者は言う。長瀬さんは、やっぱり音楽がやりたい。それも五人でとの思いが今も強いと聞いています。そして、 現在の活動に力を入れ、金プリを存続させていくことが、5人の絆を途絶えさせない何よりの手段であると考えているようです。事務所こそ別々になったものの、お互い連絡を取るなど、5人の交流は今も続いているんです。再び5人での共演を見られるのなら、ファンにとって願ってもない話だが、実現する可能性は十分あると、前室の芸能関係者が続ける。 キンプリは、STARTO の福田 CEO が最も関心を寄せる所属アーティストの一組です。社長就任が報じられる直前の10月下旬、都内で開かれた業界関係者の誕生日パーティーで福田氏がスピーチをしたのですが、その中で自分のミッションの一つは、キンプリを5人で、リユニオン、再集結させることです。と高らかに宣言したのです。STARTO の公式サイトでは、 タレントマネジメントの基本方針が次のように綴られている。タレント自らがその活動の方向性に応じて自分自身で活躍のスタイルや場を求めていくことになり、当社はプロデュース機能やマネジメント機能を各タレントに提供し、タレント活動をサポートしていきます。希望者にはエージェント契約を導入するなど、タレントの自主性が尊重されるという、従来の常識にとらわれない活動の形が取られることも十分に考えられるのだ。 昨年10月には、かつてジャニーズに所属していた男頭小組が再結成を果たしています。5人が望むのであれば、同じようにテレビの歌番組などに登場することもできるのです。前出、芸能関係者。12月10日、キンプリは8月にスタートしたツアー、キングプリンスライブツアー2023、チルダ・ピースーのファイナルを迎えた。12月31日には生配信を予定。怒涛の23年を駆け抜けることになる。 長瀬は最近のインタビューで次のように語っている。目の前の人たちを喜ばせたいと常に感じています。何度ライブを重ねても、喜んでくれている顔が見られると本当に嬉しいです。小説現代、23年11月号、再び集結した5人のライブパフォーマンスが、彼らの歴史の1ページに刻まれる日は、そう遠くないかもしれない。